皆さんこんにちは。今日はこちら新春全線ワンデイパス2024新春と書かれておりまして、今日はこれを使っていこうと思います。こちらの新春全線ワンデイパス、山陽電車と神戸高速鉄道のワンデイパスなんですが、料金は大人1人1200円で売られております。1日ですね、山陽電車の全線と神戸高速線の全線、三宮の方まで使うことができます。さて中身を見てるとこんな感じの、あ、いいですね。なかなか可愛らしい絵柄があります。今ちょうど発車していくのが永田神社の最寄り駅であります、高速永田駅です。向かい側からは山陽電車、姫路方面の普通電車がやってまいりました。そして切符の方に目をやってみますと、こんな感じで可愛らしいものが描かれております。今年は辰年なんですね。そして裏を見てみるとこんな感じ、1月の2日に撮影しております、12時53分山陽東二見から乗りましたということがバレてしまうんですけども、山陽電車と神戸高速鉄道の新春全線ワンデーパスは、先ほども言いましたが山陽姫路、そして山陽網干線の方ですね、から東側全ての山陽電車の路線を使うことができまして、さらにはですね、この12月31日から1月3日の1日だけ限定ということで1200円でね、三宮まで販売されております。ですからこの動画が上がる頃にはもう使えないということになってるんですけども、これにはいろいろなものがついてまして、ここにですね5つの半券みたいなのがついております。これ授与券っていうらしいんですけど、なんか記念品をねもらうことができるそうです。裏の方を見てみると、先ほど言いました高速永田駅であったり、高速神戸駅下車、これどこかな、港川神社かもしれません。他にも須磨寺であったり、高速永田、それから三宮駅、こんな感じで近くにある神社、そして寺が書かれております。初詣を目的としたものですので使うことができるんですね。そして記念品をもらうことができます。それも入って1200円、お得なんでしょうか。右側に見えるのがこちら新開地駅ですが、阪急電車です。新開地は阪急電車の阪急神戸本線の特急電車が乗り入れております。新開地にドアが閉まって間もなくの発車。新開地の次は神戸高速鉄道高速神戸駅に到着します。 JR でいうと神戸駅、 JR 神戸駅、山陽本線と東海道本線の分け目の場所でもあります。次の高速神戸駅でですね降りていこうと思います。この高速神戸を出たら元町、そして西の元町、元町、西元町、三宮戸駅を渡っているわけですが、この列車は西元町に止まらないようです。ですが今回は高速神戸、あっという間に次の駅です。向かい側、向かい側といいますか進行方向右側にはこちら阪急電車が走っておりまして、早速降りてまいりました。特急の大阪梅田駅です。姫路と大阪梅田を1日に5往復半ぐらいしています。僕の動画では山陽電車結構出てくることが多いんですが、皆さんにもこの山陽電車の魅力を知っていただきたいところです。姫路から阪神電車に乗り入れまして大阪梅田、線路をたどっていくと近鉄なんかにも通じます。さて早速出てみましょう。改札機に通していくとこんな感じ。最近は IC カードしか使わないですが、こういうたまには切符を差し込むのもいいですよね。高速神戸駅です。降りて地上に出てきました。こんな感じで奥に JR 神戸駅が見えます。そしてこの通りを歩いてるわけですね。初詣に来ました。高速神戸駅の出入り口ここにもあるんですが、ここは封鎖されてました。あんな感じで神戸市のバスも走って、今日は天気が良い快晴です。たくさんの人に飲まれながらこちら港川神社へと入ってきます。神戸の中でもなかなか有名な神社の一つ。中に入ってみるとこのようにずらーっと長い列がありましてですね、比較的早くこう回っていったんですけども、ここからですね10分か20分は待ちました。さてお参りはそこそこにして、僕の目的はこれですね、記念品授与券、これが欲しいわけで、御朱印受付、記念品引き換え所、あそこに行ったらもしかしたらもらえるかな。こうもらえました。こんな感じです。タコをもらえました。って感じですね。
果たして意味あるのか飛ばせるのか分かりませんが、縁起が良さそうなのでもらっておきました。港川神社と書かれております。港川神社を後にして高速5名駅へ戻ってまいりました。こっち封鎖されてた方ですね。こっちから戻るのは行けるそうです。もう一回切符を投入、入場制限されているほど人が多かったわけです。毎年こんな感じなんでしょうかね。さて僕が乗っているのはただいま阪急電車の車両に乗っております。そうです、高速神戸駅から今度三宮まで阪急に乗ることとしました。まもなく阪急電車の花熊駅に到着です。こんな感じですね。花熊ってこんな字を書きます。近くには花熊公園っていう公園があるっていうのをいつも動画で言ってるんですけども、それ以外大してないですね。 JR でいうと元町駅の近く。この高速神戸とか花熊駅というのは地下なんですが、阪急電車三宮駅は地上に出てくることとなります。 JR そしてポートライナーという新交通システム、阪急電車が地上にありまして、先ほどの花熊駅から元町方面からですね、三宮に向かうにつれずっとこう坂を上がっていくこととなります。今出てきたのがここですね。この辺が三宮の近くなんですが、今回のワンデーパスは阪急電車の阪急神戸三宮までも使うことができます。ここ前はね、神戸高速鉄道という、まあ、そういうね中に入っているわけです。生田神社がねそろそろ見えてくると思うんですけど、今回もう一つ行きたいのが生田神社という神社です。三宮にあります。ここも人多いでしょうかね。お、ありました。ここね生田神社一瞬だけ見ましたでしょうか。結構人が多いですね。先ほど港川神社使いましたが、もう一個これねもらっていきたいと思います。阪急神戸三宮駅、ここから大阪梅田まで会長に走っていく特急電車でございます。岡本であったり宿川であったり、そんな駅に泊まりながら西宮北口重曹終点大阪梅田の順に泊まってまいります。降りてまいりました。やっぱり高級感があっていいですよね。神戸三宮駅です。このひらがなの駅名表が僕好きです。さて阪急でも通れるのかちょっと気になるけど入れてみましょう。さて普通に通ることができました。これでね通れなかったらねビビるんですけど、まあもちろん使えるということで三宮駅に到着でございます。実はね生田神社阪急の方が近いんですよ。さてね外に出てきたんですけども、上を見てみると、うわーすごい首がもげそうですねっていうほど高くないんですけども、ここにはホテルがあります。ビジネスホテルですね。レムプラスというやつです。さてこちらがですね生田神社の参道ということになるんですけども、ここもなかなかの人の多さということになってまいります。石のねこの鳥居であったり、奥に木の鳥居もありますけども、この紅色のやつがいいですよね。朱色っていうのか、紅色じゃないわ、朱色ですね。朱色のものが神社らしさを醸し出しております。これもらいに行きましょう。さて生田神社の本堂が見えてまいりました。生田神社と港川神社ともに神戸三宮をですね代表する一つの神社として有名なんですけども、神戸の方は南光さんという人をね祀ってるらしいです。こっちはですね生田さんというふうに呼ばれるそうです。ここが引き換え所、初詣乗車券で引き換えてまいりました。こちらが福寿橋っていうものかな、ちょっと呼び方正しいか分かりませんが、これが生田神社のお土産です。これが1200円の中に入ってるんですが、まあ値段は分かりませんが、まあ服がありそうなんで、うん、1200円元取れましたね。そういうことにしておきましょう。さて戻ってきたんですけど、なんか面白いですね。ここは歩行者天国になっておりまして、普段は歩行者天国になんかならないんですけど、まあ今日休日で初詣だからでしょうか、正月でしょうね。こんな感じですごい人がいっぱいいまして、信号機が全部黄色点滅になっております。まあ、緊急車両ぐらいは来るんかもしれませんが、それ以外はまあ来ないでしょう。ずっとこういうような光景を動画で撮ってられるのも今の正月のうちの特権。こちらは587キロ398メートルと書かれています。これは多分東京からの距離でしょうね。上が東海道本線になります。つくづく長いんだな、でも線路は続いてるんだなという感じ。さて三宮に戻ってまいりました。もうね実はね夜外はね暗くなってるんですけどもね、地下ですからあまりわからないわけです。先ほど生田神社に行った後ご飯を食べましてもう帰ることとします。今回の動画はねあんまり面白くないかもしれません。今まで神戸三宮駅に来たことは割とあったんですが、このようにですねこの近鉄の来るところですね動画で撮ったことがなかったので、なんか不意に撮ってしまいました。こちら JR のJR を参考にしたようなロープ柵がついております。多分同じ会社が作ってるんですよね。ちょっとだけ仕様が違いますが、
ロープがですね、これ上にね、面白いですね、ロープが上がっていくのを見ることができます。ただいま山陽電車に乗ってですね、赤正面に帰っております。僕は明石に住んでるってことを何回か言ってるんですけどもね、明石本当にいいとこなんですよね。神戸からそこそこ近いですし、それ以外に何かあるかと言われるは、何もない気がするんですけども、まあ美味しい海の幸がいっぱいあるということだけお伝えしておきます。まもなく垂水駅だそうです。暗いですが進行方向左側に見えます、こちら JR の線路ですね。 JR の垂水駅があります。ちょうど快速電車が止まってますよね。こちら JR の垂水駅がすぐ横にあって、乗り換えもすぐできるんですけども、隣というかね、舞子駅まで快速で言うと舞子、それから明石までね、2駅先のところの方がね、乗り換えが便利ということで、あまり山陽電車の方の放送でも紹介されません。最後にこれだけ見ておきましょう。山陽電車で初詣、さっき今日行った生田神社、港川神社が右側にあるんですが、それ以外にも永田神社であったり、須磨寺、海神社は先ほどの山陽垂水とかにあるのかな、柿の本神社、高砂神社、いろんなものがあります。皆さんも初詣ぜひ行ってみてはという感じなんですが、すいません、動画出す頃にはもう2月ですね。ご視聴ありがとうございました。